どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、映画を再現していきたいと、思っております。何かその DSOD 遊戯さんがあの使いこなすこの契約の扉っていうスキル、皆さん、落としましたでしょうか。このスキルね、契約の扉、ライフポイントが2000以下の場合、デッキ外から魔導契約の扉1枚を手札に加えると、相手の手札に死者蘇生を加えると死者蘇生を上げちゃうっていうね、この史上最強のスキル、相手にとっては魔導契約の扉自体は効果、自分の手札から魔法カードを1枚選んで相手の手札に加えながら、デッキからレベル7、8の闇属性を手札に加えるっていう効果も持ってるんですけども、このカード、まあこのスキル超使いにくいんですけども、映画ダークサイドオブディメンションズワールドにてガンドラクロスを出すときにこれでサーチしたんですよ。ユウギさんはこれでサーチしたんですよ。だから今回は完全に再現します、そのスキルを。てかそもそもさ、そのあん時は死者蘇生を魔導契約の扉で上げてで何ガンドラ持ってきてたから、ガンドラクロスを、なんかこれさ、なんかワンテンポ遅くねえか、なんかその押せっていうか死者蘇生を上げた上で魔導契約でさらに魔法カードを上げなきゃいけないっていうのがおかしくない？これこのスキルなんかデザインミスってんだよね。デザインミス、これはだいぶこれ設計ミスってんだろ。で、ね、今回はまあ、んなこと言ってでもしゃあないんで、今日はこれを、まあ、クロスはないんで、ね、さすがにリンクスガンドラクロスはないんで、ガンドラをサーチして、この魔導契約の扉っていうこのカードでガンドラをサーチしてガンドラ出すっていうデッキにしていきました。まあデッキの大元のギミックはね、ディスコードのメンバーのデッキを参考にしているんですけども、この契約の魔導契約の、扉2000以下なんで、一応そのこの同胞の絆とかと結構相性が良くて、2000払えるから、ライフポイントね、2000払ってその磁石を展開するっていうか、でその磁石たちは結構エスケープできたりするんで、うまいことやってアドバンス召喚ガンドラーして、で、そのガンドラをぶちかましていくっていう、そういう感じので、フィニッシャーとして、ベルセリオンも立てるみたいな感じのワンキルをしていきます。ちょっと1個言っていいですか。ディスティニードローでいいじゃんっていうコメントしてくるやつに関してはマジでブロックするからぶっちゃけていい、ディスティニードローでいいんだよ、こんなスキル。ディスティニードローでいいの、ね、2000払って好きなカード持ってこれるんだから、ディスティニードローでいいんだよ。だけど俺は魔導契約の扉でガンドラを加えてんだよ。これがね、デュエリストだと思うんですよ。これがね、デュエリスト、これが遊戯さんの魂を受け継ぎし実況者だと思うんで、俺は意地でもガンドラを魔導契約の扉で加えます。で、ワンチャンガンドラ妨害されて立たないってことあるんで、ベルセリオンに1000アップさせてワンキルできるようにデーモンの音が入ってるのと、あと玉光ね、要はガンダラでぶっぱして、ちょっとカード増やしたいんですよ、フィールドにあるカード。だから玉光にしてます。だから局所とかじゃないってことね。はい、というわけで完全映画再現ワンキルを決めていきたいと思います。ディスティンドローでいいんだけどね。デュエルスタンバイ、よーし、あー強い、反応強いぜ、いいぜ。映画を再現していこうじゃないか。エレクトロマグネットウォリアーアルファを召喚、アルファの効果を発動し、ベルセリオンを手札に加え、そして手札よりマジックカード同胞の絆を発動、フィードのモンスターを選択し、そのモンスターと同じ種族そして同じレベルモンスターをデッキから特殊召喚。エレクトロマグネットウォリアーガンマーとベータを特殊召喚、ベータの効果発動、特殊召喚に成功した場合デッキよりマグネットウォリアーモンスターをサーチ、そして俺はこれでターンを終了するぜ。さあ、あとは俺はここで耐久するだけだ。一応ね、デッキトップ魔法カードはいいかな、基本的には。マジシャンガール OK。マジシャンガールいいだろう。まあ、会話じゃなくてね、残念だけどね。まあ、できればね、ディープアイズ、ホワイトドラゴンをぶっ壊して。起きた。三伏せ強いよ。三伏せとかマジで、三伏せはやばいよ。やりすぎだよ。あ、エンドフェーズなんだ、なるほど。エレクトロマグネットウォーリアーベータの効果、そしてさらにチェンシー、エレクトロマグネットウォーリアーアルファの効果を発動、2体をリリースし、デッキよりマグネットウォーリアーモンスターを特殊召喚。はっ、
マグネットウォリアー、デルタ、そしてデルタの効果発動、特殊召喚に成功した場合デッキよりエレクトロマグネットモンスター1体を墓地に送るぜ。さあ来たら玉子は強い、ちょっと玉子で一回抑える、玉子発動、このカードを抑えさせていただくぜ。なんもない、スキル発動、ケイヤガの扉、お前の手札に死者蘇生を加えるぜ。そして魔導ケイヤガの扉を発動、手札のマジックカードを相手にあげることによって破壊竜ガンダラをスタッチ、そしてフィールドのマグネットウォリアー2体をリリッシュ、アドバンス召喚、黒く輝きし暴流よ、かせられた悪しき自爆を解き放ち、破滅の雄たけびを上げよ、破壊竜ガンドラ着地、なんもねえ、破壊竜ガンダラの効果デストロイギガレイズ、そして分断、そばし、なるほどね、墓地のエレクトロマグネットモンスターをアルファベータガンマをゲームに始めし、マグネットベルセリオンを特殊召喚、バトルデストロイギガレイズベルセリオンソード。This is 映画再現ワンキル対戦、ありがとうございました。さあ行くぞ10代くん、手札は結構いい、エレクトロマグネットウォーリーアルファを召喚し、アルファの効果を発動、ベルセリオンを手札に加える、そして同胞の絆の効果を発動、この効果によってデッキよりエレクトロマグネットウォーリアベータ、そしてガンマを特殊召喚、はっと、そしてベータの効果、エレクトロマグネットモンスターを手札に加えるぜ。そしてターンを終了するぜ。さあ来い10代くん、君のデュエルを見せてくれ。あー強い、これやばいな、これ勝利されっかな、ちょっとね、いやデッキトップマグネットフィールドじゃないと全処理がきつい、全処理がきつい、全処理がきつい、リュイマードの守護者でネオス蘇生までは全然いい、それは全然いい、ネオスフュージョンされて、いやあとフィーバリットありますか、フィーバリットある、まあ多分ライフは守れんだけどさ、あのデストロイギガレイズできないんだよね、あんまりちょっと調子乗ってると。ネオスフュージョンオッケー、ネオスフュージョンオッケー、ネオスフュージョンオッケー、いやーあとはこのモンスターたちがどんぐらい、そうデストロイギガレイズさんがアドバンス召喚できないんですよね、あの全部処理されると。ただ、まあ、だんだんそのベルセリオンは出るんで、まあ別にいいんですけど、処理されても一応破壊耐性あろうとなかろうと別になんか何回も効果使えるんで、ベルセリオンはなんでいいんですけど、 あと普通にあれだしね、フェイバリットヒーローつけられてもフィールド魔法とかフェイバリットヒーロー自体を除外しちゃえば、除外って破壊しちゃえば、まあ、破壊はできると思うんでいいんですけど、ただアドバンス消化素材がなくなるっていうのはかなり きついね。フェイバリットヒーロー、いやわかる、そこまではいい、そこまではいい、そこまで読んでいた。であとはマジでこれ連打される、これ全部、これ俺全部連打されんの、ちょっとギガレイズさせてくれないですかね。10代くん落ち着くんだ、10代くん、まだデュエルは始まったばかりだよ。10代くん、城之内くん焦ることはないぜ、城之内くん、まだデュエルは始まったばかりだぜ、焦るなよ。あーね、あっ強え、ネクロバリア別にどうでもいい、マジでこれマジでギガレイズ、これマジギガレイズ、これこれガチでギガレイズ。エレクトロマグネットウォーリアーアルファの効果を発動、自身をリリッシュ、デッキよりマグネットウォーリアーデルタを特殊召喚、デルタの効果を発動、特殊召喚に成功した場合デッキよりマグネットウォーリアーモンスター1体を墓地に送ることができる。しゃあオッケー、さあ投げてくるか、え、これ何体勝利されるんだろう、何体処理されるかによるんだよな、マジで。いやマジでそれ、マジで。ちょ、ほんまにちょっと生き残ってお願い。ちょ、3連打やばい。フェイバリット色強すぎる。勘弁して。お、え、マジっすか、いいんすか、マジっすか、マジっすか、マジいいんすか、ネクロバレーも張ってんのに、マジっすか、ドロー。OK?スキル発動、契約の扉、僕は君の手札に死者蘇生を上げて魔導契約の扉を
手札に加え、そして魔導契約の扉の効果を発動。手札のマジックカードを相手に渡し、デッキよりレベル7、8の闇属性モンスターを手札に加える。そしてフィールドのモンスター2体の魂を墓地に送り、アドバンス召喚、黒く輝きし暴流よ、課せられた悪しき自爆を解き放ち、破滅の雄たけびを上げよ。破壊竜ガンドラ降臨。破壊竜ガンドラの効果を発動。破壊竜ガンドラの効果、デストロイギガレイズ。すべてのカードを破壊し除外する。もう一丁デストロイギガレイズ。そして墓地のアルファベータガンマーモンスターをゲームから除外し、現れよマグネットウォーリアー、マグネットペルセリオン。いけバトル、デストロイギガレイズ、マグネットストーの一個言うぞ、デスティニードローでいいじゃんっていうやつはマジでブロックするからな。さあお相手の、お王の魂だ、王の魂を蘇らせるぜ。これは電磁石の戦士ベータを召喚し、ベータの方が発動。ベータの方によってアルファを手札に加えるぜ。そして同胞の絆効果を発動。同胞の絆効果によってアルファそしてガンマをデッキより特殊召喚。よしいいぜ王よ、今君の魂をよみがえらしてあげるぜ。マハード、マハード、あの最後のシーンのあのマハードドローシーンかっこよすぎてやばいですよね。あのシーンマジでかっこいい、映画のなんかその無言なんですけどね、一切セリフなしのかっこよくなんか登場して、マハードドローしてマハードでぶん殴っていくっていう、あれかっこよすぎるでしょあれ。さあベリーマシャンガールで、ベリーマシャンガール、いやこれ映画じゃん、マジ映画だ、マジ映画じゃんこれ、ガチで映画シーンだこれ完全に。ちょっとあっちの方が映画してる。メインフェーズ終了前、なるほど、メインフェーズ終了前はエンドフェーズまで行ってよくて、でエンドフェーズベータ新、リリースし、さらにガンマのもリリースし、デッキよりエレクマグネットウォーリアーデルタを特殊召喚。そしてデルタが特殊召喚成功した場合の効果を発動。デッキよりマグネットウォーリアーモンスターを墓地に送る。よし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 、オッケーオッケーオッケー、ドロースキル発動、契約の扉しゃあ。そして手札のマジックカード、魔導契約の扉の効果を発動。相手の手札にマジックカードを送りつけ、デッキよりレベル7、8の闇属性モンスターを手札に変える。そして2体のモンスターの魂を墓地の送り、アドバンス召喚。いでよ黒く輝きし暴流よ、課せられた悪しき自爆を解き放ち、破滅の雄たけびを上げよ。破壊竜ガンドラ、そしてマグネットフィールドの効果を発動。破壊するカードを増やすぜ、マグネットフィールドの効果、墓地のマグネットウォーリアーモンスター1体を特殊召喚。マグネットウォーリアーベータ、そして破壊竜ガンドラの効果発動、デストロイギガレイズ。そして墓地のエレクトロマグネットウォーリアーアルファ、墓地でいいや、アルファベータガンマーをゲームから除外し、現れよマグネットベルセリオン。さあ王の魂はよみがえられて、ダイレクトアタックデストロイギガレイズ。おお、やるなやりますね、アテム様、アテム様やりますね、アテム様ディス、あやべえ、ディスティニードローこれやばいかもしんない、あちょっとディスティニードローやばい、手札お、手札おこれ手札お何枚あんだよ、あー俺が開けたやつー、あーでもデルタ、まあ、でも蘇生するの弱いな、蘇生するモンスター弱い、トゥーンキングダム、トゥーンキングダム、